はい、どうもタクタクです。本日からロックマンクラシックコレクションというね、ロックマンの昔のロックマンをこうギュッと集めたやつをやっていこうという感じです。はい、なので結構長い感じになるかもしれませんが、まあまあ不定期かつゆっくりやっていこうかなと思います。はい、これスタートボタン押しました。ゲーム選択、おお、なるほど、ロックマン1,2,3,4,5,6 までできるという感じですな。タクタクはちなみにですね、ロックマンは5を少しやったことがあるだけで、実はそれ以外は一度もやったことがないし、クリアしたこともないというね、ゲーム実況者として大丈夫なんでしょうか。いろいろこんな名作やってないんだっていうね感じなんですけども、はい、やっていきましょう。でプレイ、何からやっていけばいいんでしょうかね。あ、これ1987年、私が 3,4 歳の時かな。この6体から選んで進んでいきなさいよということなんでしょう。そうなんですよ。でロックマンは恒例の弱点みたいなものがあるらしくて、敵には敵ので、なんか話を聞くところによると、なんかカットマンかガッツマンからやるといいらしいよっていう話なんですね。なんでガッツマンどっちかな、こっち強そうだな。こま、なんか一回ガッツマンからいってみようかな。ガッツマンいきまーす。はい、ガッツマンクリアポイント、お、10万、いきましょう。さあ打ち方をまずは確認を、あ、これ6万、はい、バツでジャンプで四角で、あ、あれがメットかな、四角と四角と三角で打てる。あ、待って、あ、三角はね連射になってるわ。で、お、優しい設計、三角は連射で打ってくれる。でこれったジャンプ、四角で単発か、よし行くぞ。おい、なるほどね。あれ、こいつってこんなに出してくるんだっけ。かわして、ほい、よしよしよし、いうよ。おい、まずノーダメ。まだ、お、これ何、これ乗ればいいの。あ、あれか、あれだね、あれだね、あれに乗ればいいんだね。はい、なんだろうな、大丈夫かな。こういうゲームの基本的なところね、だいたいああいうのとレールだよねっていうことを見極める力みたいなの欲しいよね。いくぞ、よいしょ、これで、はい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 、乗り、これは、ほうほうほう、え、落ちるってことあれ、よっ、うわちゃい、よしよし、ふーん、今え、むずくね。つかまだ開始して全然、え、またあったあったあった、開始して全然まだやってませんけど、え、ガッツマンむずくねえか。ちょっと待って、本当に待ってくださいね。ガッツマンって本当に初心者向けなの、これは。初心者向けというか、まあそもそもこのゲーム自体がそんなにゲーム初心者向けなゲームではないので、まあ最初に行った方がやりやすいよぐらいな感じだったな、攻略を見た時は。はい、よっ、なんでこれをかわして、おいって、こういうこと、おい、おい、ここむずすぎないか、いきなり、よいしょいや無理だよ、これ何、何回、あー、ちょうどちょっと、あ、 L で選択できるな。ステージセレクトに戻りたい。ガッツマンってこの難易度でしょ。カットマンは、カットマンに浮気してみよう、というか、まあ浮気というか、どっちがいいかってわかんないから、カットマン、カットマンからいきます。はい、というわけで最初の、ステージはカットマンカッツマンをなかったことにしよう。あ、来てるね、はい、来てるね、はい、あ、痛い痛い、来てるね。ガッツマンをなかったことにしようとしてるのがちょっと、なんで、ちょっと待って、こっちはこっちの、こっちはこっちの難しさがあるよ。いきなり半分も減りましたけど、半分ぐらいか。うわー、え、これもしかして思い切って無視する感じか、これ。いや、でも待って、こういうところで叩き落とされる危険性が伴うよ、そうなると。もう一気にこんなに減っちゃってる。これ、ダメ、倒せない。
どういうこと？あ、倒さない方がいい感じ？いや、もう無視よ、無視よ、無視よ。無視よ、無視するわ。無視して、得点なんていうものはもういらないから。いや、たまに、あぶね、あぶね、あぶね。回復、これ、回復するんじゃない？回復薬が落ちるからね。薬ではない。エネルギーアイテムというか。はいはいはい。エネルギー、いた。これどうやって乗り越えて、いいの、こいつ。倒した方がいいね、やっぱりな、ここはな。ここは倒した方がいい、ね。やばい。ライフがない。ライフがない。ちょっと待って、これ、もう素早く。いや、素早く行くとかそういうことでもなかったみたいね。ほっ、あ、やばい、もうやられない、もうやられない、やられないよ。え、これどこから戻されるわけ、もし仮にやられたとしたら。え、これ、これ。早っ。最初は勘弁。最初かよ！これ相当むずいな。ロックマン侮ってたね。ほっ。俺上から行こう。で、あいつはもう無視だ。あ、消えた。敵はあんま戦わない方がいいのかもしんないな。お、温存できてるライフ。こんだけ温存できればもう、いて、いけんじゃね。こんだけ温存できればいけるんじゃないか。はいはいはい。はいはいはい。よいしょ。倒した方がいいかな、やっぱり。おお、ここは意外とセーフティーゾーン。ほら、ほら、こういうのをやっぱ見極めながら進んでいくと。で、ここはさっきやられたので、まだ、あ、なんでなんで、バカ、ここじゃないわ、さっきやられたの。ここの次だ、この次で、あ、痛い、結構減ったよ。ここ開いたらもうすぐ打った方がいいかもしれない。 OK。で、なんかね、俺ね、最初のロックマンやったことないから分かんなかったんだけど、なんだっけ、紫色のこれ、玉みたいのが出たり、あ、これは回復ね。これ回復なんだけど、紫のやつとかはなんかね、得点らしい。得点、なあ、ロックマンに得点ってあったか、今のが6得点。早い、追跡早い、こいつ。倒さんとダメ。おらら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 、あ、忘れてた。そうだ、三角押せばすごい出るんだったね。せっかくこういう機能がついてんだから、コレクションにはね、使っちゃうよ、どうせ下手くそなんだから。タクタク、そうだよ。ほら、三角連打を連打するっていうね、なんだろう、このずるい作戦。連打を連打、あ、待って、アイテム、回復アイテム落とさないかな。回復、すごい、三角の実力よ。三角、あ、いや、ちょっと調子乗った。ちょっと待って、ボスステージにたどり着きたいよ。やばい。え、回復出ないな。もしかして初期のロックマンってあんま回復出ない感じ？甘くねえよと、そんなに。うわ。いや、全然倒せないんだけど。え、なんで、あ、やっつけた。安心して。待ってね。あ、ここ怖い。おらららら。なんかスローモーション。動きが。これあれか、いわゆるスポーツ選手にあるゾーンみたいな。こうなんかゾーンに入るとかっていうね。急に周りがスローモーションのように動きが止まって見える。それぐらい精神がこう研ぎ澄まされるみたいな。そういう瞬間がやっぱりロックマンにもあると。そういうことではないのかな、もしかして。シュッ。いや、届く。よし。間に合った。こっちは。おら、いくぜ。今倒さなくてもよかったよ、絶対。まあ、そういうところだよ、そういうところ。びっくりした。やめて。回復落としてよー。回復欲しい。回復欲しいよ。しぶといな、敵が。回復欲しい。回復出さないかな。危な。回復欲しい。回復が欲しいよ。あ、そんな都合よく落とさんのもんな。おいやー、ちょっと下手か、下手くそか。嘘、あ、ここから打った方がいい。あ、でもあそこどうやって取るんだっけ。はい、無駄な動きでした。で、ここから出てくるよね。出てくる、はい、出てくるからに、こう。お、やった。あー、危ない、やばい。おい、よかった。まぐれで全員処理するっていうね。ここは？なんていうの？下行くと？
うん、あ、何、ハンバーグ、あ、じゃあハンバーガー、ハンバーガーみたいなやつが、うわやめて、スプラ、ループかよ、ループしてくんのかよ、やめてやめて、でもいくら倒しても意味ないじゃん、早く飛ばしよう早く飛ばしよう、とにかく早く飛ばすることが、ここはあの針に当たると確かね、ロックマンって一撃死なんだよね。うわこれどうすんのこれ、うわもう厳しい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 、いや逃げよ、もう逃げよ、こいつ倒した方がいいのかな、あ消えた、いいわ無視、あこれボスステージだわ、はいはい、え何これ、え待ってロックマンってさ、なんか行ったらもうすぐボスステージやな、なんかある、おら、あーマジかよ、こんなヒットポイント削られるのここでも、あさ、こうボスステージじゃないのか、勘違いか、いてえ、おわ強えし、あいつ、え待ってボスステージ、うわ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 、勝てるわけないじゃん、しかもな、え棒が、待って待って、え、こ、こっち、こ、やめて、あ、やっぱアイスラッカーみたいに投げてくるね、キュキュキュンキュキュキュン、危ないよ、キュキュキュンキュキュキュン、あっぱーちょっと待ってちょっと待って、あーなんで渡りに行ったのわざわざ、意外と、あ、いや、やめて、意外といけそう意外といけそう意外といけそうなんだけど、あ、なんか次いける気がするわ、え、あ、ちょっと待って、ちょっとあと何回チャンスある、何回チャンス、何回チャンスあるかによる、もうラストチャンスじゃん、これちょっと待って、これ、これなんかないの、ちょっと待って、ちょっと待って、セーブ、すでにセーブデータが存在します、あ、しようしようしよう、え、これ大丈夫、これもしかしたらさ、え、ちょっと待って、え、そういうこと、え、いいの、そういう悪いことしていいの、俺いいの、ロックマンコレクションだから、ファミコンではこんなことできなかったよね、うわ、これコメントで何書かれるかわからねえぞこれはコメントで何を書かれるか分かりませんぞ、まあいいの、もうそんな、もう罵りたければいくらでも罵るがいいと開き直ろう、私はまず接近した方がいいな、相手接近しすぎ接近しすぎ、いや絶対これ接近戦に持ち込んだ方がいいよね、だってこいつの攻撃ほらこういう攻撃だから、あいける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 、で汚い手を使わなくてもタクタクさん、これいけそう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 、ほら押し込め押し込め、やった、あ、アイスラッカー危ない危ねえなこれを取ればいいの、よーしよーしやったぜカットマン、見たか、これが俺の実力だカットマン倒したけど、これ次どこに行くんだろうな、カットマンちょっと試したい、カットマン、ちょ、こ、こういう、こういう、ちょっと待ってね、このタイミングでセーブでしょ、どう考えてもね、いいね、便利な世の中になりましたね、こうセーブできるわけですよ、はいはいはい、でちなみに今セーブした感じだと、まあでもガッツマンのとこちょっと一回試しに入ってみていい、ガッツマン、ガッツマンのとこ行くと、はいはいはい、こういう感じで、でこのアイテムをどうですか、あこれで、これ使うのかな、お、いけた、これどうやって使うんだろう、あ、これ出るわけだ、出るわけだ、ほっ、なるほどなるほど、これあくまでこうボス戦の時に使った方が有効そうな武器ですねだってもうロックバスターの方が早いしさ、でこれでさっきセーブしたじゃないですか、セーブしたところをロードするとどうなるわけ、え、どういうこと、あー戻った戻った戻った、なるほど便利な機能、さっきまでやっていたところを読み込んでもう一回やり直させてくれるとこれでコンティニュースがというわけで、もう続きはまた次回やっていきたいと思います。カットマンの、弱点のボスはどれなのかなっていうのをちょっと調べて、次はそこからいきたいと思います。もしかしたらガッツマンの可能性もあるけど、わかんないんで、その辺は調べてからやります。はい、それではまた次回お会いしましょう、バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティテスタクハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。